どうも、こんばんちは、キショウです。デッドバイデイライト、デモゴルゴンで遊んでいきたいと思います。さあ、今回はね、最後のお楽しみを持ってきております。最後のお楽しみは、攻撃時のクールダウンが減るっていう感じですね。オブセッション以外を殴ると。おじいちゃんが言ったね。オブセッションか。いきなりオブセか。オブセは、シュレッドで殴ればね、トークンが減らないので、デモゴルゴンと相性がいいんだよね。とりあえず今は、誰も殴ってないんで、オブセ普通にやります。まあ殺さないようにで、堕落の介入を使ってるんで、自分の遠くから3つの発電機は修理できない状況にしているんで、これで最初のちょっと時間を稼ぎたい。で、ここにいるね。OK、これでトークン1いた倒さなかったね。賢い。お、そっちに行くか。やらせねえよ。デッドアード。で、まさかのじいちゃんもいたと。オッケー。届かんねえ。オッケー。で、トークン2、向こうにどうしようか。で、またジジイか。殺したくなんかないのに。普通に殴りたくないんだけどな、しょうがね。シュレッドで殴ればね、トークン減らないんで、できれば普通には殴りたかった。後ろにいたよな、やっぱり。で、じいさんは何としても助けてもらいたい。これ以上、じいさんが死なせるわけにはいかない。いいですね。デッドゾーン。逃げ場なし。レッドアード？なし。K。真ん中行くか。いるな、やっぱり。まあ、いないわけがない。あそこまで待ってて。いいね。
お楽しみのトークンが溜まっていくぞ。で、GG はできればやらないように。普通にやりたいね。板壊し。デモゴルゴンは結構つけられてからが本番みたいなところあるから。いいよ。ナイス。それ真ん中だろ。で、あのジジイは追わない。一旦無視して、いいね。こっち逃げちゃっていいの？向こう行こうか。で、今シュレッドで殴ったからトークンが減ってないね。オッケー。で、先にジジイ殺しに行きます。これでトークン8個維持したまま、この先最後までやっていけるんで。オッケー。起こせやな。で、即切り返し。攻撃時のクールダウンないからね、ほとんど。早いよ。で、そこがまだ多分つくことはありえないから。その破壊を優先したということはな。ミンちゃんならいるの？やっぱりな。はい。で、こっからがちょっと強いかな。デモゴルゴンはポータルを結構残してあるんで、出口に使っちゃえば
出口付近置けねえじゃねえかお前この辺。使うことに意味がある。で、回復速度も上げているから、いないね。中央あたりにも置いといて。OK。 これが最後のお楽しみの強さ。クールダウンがほぼない。今の最後のお楽しみがなかったらやれてないね。マジ相性抜群すぎるぜ、最後のお楽しみ。これが強い。ゲート前使えば強いね、やっぱりポータルは。反応するからね。でもこの位置で反応したかったかな、今な。もうちょっとこれ位置が悪かったな。建物の位置とかが。はい、というわけで、じゃあ今回はね、一旦この辺で終わりにしたいと思います。次回もね、よかったら、また見に来てくれると嬉しいです。それでは。